カサです。マイソです。ティナです。今回は以前作ったティナのオーダーグローブが完成したということで、ゆとりにやってきました。どんな感じか覚えてるかな。色しか覚えてないんだよね、正直。いろいろ変えたもんね。いろいろね、やったからこれを楽しみに生きてきましたから、うん、じゃあね、まずそれを見せてもらって、どんな感じか解説もしてもらって、うん、見ていこうかなと思います。行きましょうか。こちらオーダー見たと思います。ありがとうございます。いいですか。って緊張するな。袋を開けました。見方どう、どうしよう。一気に見ようか。一気に行こう。すごい、すごい、どうですか。元気元気から色が元気。いい。呼吸面は、はい、はい、スマイル、スマイル、スマイルっぽいな、これ。すごい、このラベルのね、このパープルね、この名前もパープルで、これでちょっと豚止めしてください。出来上がったオーダー見て、ちょっと軽く解説していただきたいなと、はい、まずこっちが最初にオーダーした時に見てもらった弦型、それをベースにやってもらったやつにしているんですが、通常のミットと違って手の握力も多分ないと思うんで、この幅ある程度きつくはなってるんですね。その分開きづらいのと、開かないことによって閉じづらくもなっちゃう時があるので、オーダーの場合広げた開き気味にしているのと、あとはここの閉じ方です。こちら×になってるんですけど、こちら横になっていて、ここ曲げるときに余分に止めちゃってる状態、動くために親指が動くときにこっちに動かなきゃいけないものをちょっと止めるのが強くなっちゃうので、握力弱い方とか子供とかには、まあ、ちょっと横目にしたら、まあ、ちょっとこう閉じた時のここの動きを見てもらえれば、ここはこっちが一緒に動いちゃうんですけど、横にすると こっちの幅がすごい、ようになるので、ちょっとそこも変えてある。すごい。なんでまあ、多分硬いと思うんで、一応、ちょっとできるぐらいまでやらせてもらって、まあ、そこからは。あとは使って、取って。ありがとうございます。はい、というわけで、こちらが完成したオーダーミットになります。ありがとうございます。バランス。ピンクと黄色と白のいい感じのバランスだね。女性らしい。でもまだこちら硬いということで、油もみ加工の方もね、そうだね、やっていただこうかなと思うので、その模様もね、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで今回動画以上になります。チャンネル登録や、そして土音もぜひお願いします。ありがとうございます。今週のお題は野球あるあるキャッチャー編。今月の MVP 賞はこちら。こちらの3つの中から1つを選んでいただきます。この後は次回予告。すごい柔らかくなってそうな感じが、うん、あー気持ちいい。